ね、ライブを出かけする準備をしてたんですけど、釣り方によるわね。よく、精霊さんがね、うちの前に精霊さんがね、もこもこあったね。いや、ちょっとね。まあ、基本うちのパソコンはもこもこってなっちゃうけど、スマホはそうでもなかったね。だから皆さんの端末がくっきり映ってる場合と、くっきり映ってない場合が、それは皆さんの方にいらっしゃる精霊が原因だから、精霊がどのぐらいいらっしゃるかによって、もこもことが変わってきます。解像度が変わっちゃう。じゃあ、皆さんの周りから精霊がいなくなったり、街の周りから、皆さんの方では、皆さんの方から、周りの精霊がいなくなったら、くっきり見える、急に。うちの方も同じ事情です。ね。さて。で、それは、まあ、プロとかのね、動画はそんなことないはずです。私たち素人の、ね、映像の素人の動画はね、そうなっちゃうんだね。そんなもんでしょ。そういう契約がなされてるはずだからそうなるんです。精霊法ですね。さてさて、ほんでその、まあ、精霊さんが逃げていくときに、まあ、鳥とか、バコンとか利用して逃げはるけどね。そのときにうちディスらせてもらってるけどね。そんなことをしたら、こんな風な言い方で嫌われますよっていう、その実例をね、きちっとその、確率、固定化っていうかね、確率のあれかな。してるわけ。ん？でしょ？それにね、教科書じゃないけど、ゲームじゃないし、学校じゃないけど、移民局でも税関でもないんですけど、その、疫病を防ぐっていう意味の防疫っていうかね、その防疫センターですね。この場所はね、太陽神経とミナステーションの次元になっているんですよ。ここで防いでる。ここで防いでるってこと。基本防いでます。ブロックして。全員入れません。一人も入れません。なんでかって言ったら、うちの書いたストーリーじゃないから。誰も入られへん。まだうちが自作の、その、フローチャートをね、完成してへんから、誰もまだ入られへん。でもじゃあ合格しましたよって言うと、スタッフになったよね。まあ、疫病を防ぐって書く防疫センターね。スタッフに、その、投票とかさ、投票、採用やね。採用とか。スカウトされてる。投票って言った方がいいのじゃ、どうなんでしょう。適切な用語がまだないね。ね。無理やり雇用されてるって感じかな。帰れなければね。帰れるんやったら帰ってもらう。返してるんですかね。帰ってもらってるからね。返してるって言ったら今適切かな。どんどん帰ってもらってるわけ。死んだって言ってるけどね。うちの中では死んだけど、ご自身のマトロブスかなり、遍歴先、ね、遍歴元かね、遍歴先っていうのかね、なりで、はっと目が覚めてるだけ。で、この次元じゃない、ね。同じ歴史じゃない。つまり、この世界でのあなた方の職業じゃないよ。あなた方のマトロブスかは。でしょ生物もね、別の生物かもしれない。どの生き物にもそのマトロシカが発生するからってみんなけど、どの遺伝子も生体コンピューターである単細胞生物を作る。で、どの遺伝子も、どの生き物の遺伝子も、そのマトロシカの設計性、ね、そのマトロシカそのものという言い方もできるし、いろんな解釈性質があるからね。それは脳の機能、いや脳の性能の違いが出てきますって言ってるんです。どの世界に行けるかっていうのもね、そういうことなんです。どの次元に行けるかっていうことですね。どの次元に行けるかも、あなたの脳の機能や性能によって違いますよって言ったら。それが生体コンピューターの投資が構造ね。さて、じゃあその、一番上の世界、大脳進出の世界では地球なんかないよって。世界の広さすら分かりませんって。うん。太陽神経質は、そんなに大きな神経中枢じゃないや。むしろ末端って呼ばれる場合もあるのかな。だけど、ここは絶対中枢神経って脳ね。脳でも未開の部分はあるけど、古いところかな。それは一番集まったの大脳神経ですよ。神経系がね。だから中枢神経系って言われる。で、
そこの世界は、だから、本当に広いってわかるでしょ。しかも他の人とも、基本通じ、つながってる、その、通信機関でもあるのにな。大脳によらず。どの神経もやけど、大脳ほど集まってたものすごい通信機関でもあるわけ。ね。一番入ってこられやすいのは脳ですけど、だけど、それせん。まあ、その端的な例が学校や。めっちゃ脳に入ってこられやすいよ。先生の授業めっちゃ脳に入ってこられやすいよ。スポーツとかもね、そのスタジアムの歓声めっちゃ脳に入ってこられやすいよ。音楽もそうね。こんなやつも適面にやられるか入ってこられちゃうわね。その歌詞の世界観が思いっきり入ってくるでしょ。ね。で、未熟な次元ではね、じゃあもう、歌禁止とかなったでしょ。あれは未熟な時代。うちもまだ未熟でした。というかまあ、うちが未熟なままでいざるを得ない細胞ってあるじゃん。ね。まあ、それも、じゃあそこは成熟したらもうおばあさんに向かう道だけど。ここは違うでしょ。これからどんどん成熟していくやんか。あと50年。ね。もともとうちらの寿命ってそんな100年やそこらじゃないから。ね。短くなったん穀物が原因で。小さすぎるねん、穀物。スズメの寿命の影響を受けてるよって言ってるでしょ。文明もそう。スズメの寿命の影響を受けてる。文化もそう。スズメのね、ピーチクパーチク、そしてパニック。この影響を受けてる。だから、実はうちらはもともと50歳で、49歳で青年期が終わる。50歳以降が大人やって、もともとうちら人類。本当で、それは穀物食でだいぶ短くなって、かなり短くなってね。エルゴの寿命が短いっていうのは、まあ、私たち人間寿命だと思った。ほんならめっちゃ短く、あ、じゃあ長かったんだよね。エルゴの寿命がね、長いっていうのはね、私たち人間寿命の寿命がもともとすごく長かったっちゃうんです。世界的にもエル、あ、世界的か。ヨーロッパでエルって言われるでしょ。まあ、うちみたいな顔してるでしょ、エルは。そういうことです。うちらの親戚ずっと守っとって、やっぱりいろんな人。すみませんね。そういうのやっちゃうじゃん。仕方ない。迫害されるのね。そういう物語でしょ。ファンたちも実はエルフなど迫害してる物語でしょ。で、エルフだけちょっと待ってあげてって、この人たち退化してる、もともとあなたたちみたいな人間だったのよっていう話をちょっと伏せられてみたんです。伏せられてないものもあるけどね。だって、むしろグリムとかのアンデルセンとかの音話の方がむしろそういうのを隠してないとかね。その点思いっきり子供向け自宅に帰りに。さてさて、で大脳進出の世界一番ね、どんな星があるかって言ったら、まあ無限広大、光る星の中に住んでるっていう言い方もできるんだ。それだけパルスが集まってるからね。で他の人本当もパルス的に繋がっちゃうから、どんだけ広いか分からんって言った人。で、そこに住んでる人間っていうか、その次元での地球とも言われんから、まあ、ある人って言ってるね。みんなも、まあ、フルアルス。フラルス。フラルス。ね。フリツグとかの語源し、藤原とかの語源。で、そこに住んでる人類が、いい呼び方忘れた。なんか、そんな、ぐーっと後ろが高くて、で、なんかもう、本当に、こういう、カチ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 だけど、みたいな形になっちゃって、そういうふうに進化したんじゃなくて、わざとそういうふうな形にして、それでも少なくともちょっと歩かなあかんからって、生命体として、脊椎動物としての二足歩行の機能を残しながら、こういった作業にぴったりの、こればっかりせなあかんから見せた。そうなんですよ。そんな形に、もうしちゃって。必要な時は体内チップで、こういう形をね、復元できる。ね、それでいいじゃないかと。で、みんな好きな、映像とね、好きなキャラの顔できるじゃないか。なったけど、それでもう、やっぱり破滅が来てんな。やっぱり最後、アルス連合もな。ほんで、まあ、うちらが地球から見たら、まるで宇宙の世界みたいに感じるけど、宇宙はそもそも映像って言ってるでしょ。科学構造式が見せてるこういうのも映像ですよ。科学構造式ですよ。ホログラフィーか。私たちは何見ても科学構造式には見えないでしょ。でも絶対存在するのはね、化学構造式なのに。ここも化学構造式なの。
こういうふうに対応しますとは解釈する。じゃあ、別のタイプの脳を活性化させた生き物っていうのは、別の風景が見えてるんですよ、実は。猫ですら別の風景が見えてるんですよ、実はね。猫は幽霊をよく見るっていうのは、ライノシの寝室は、教育により幽霊を否定する世界観だから、ライノシ寝室はそれに関してめっちゃ忠実なの。ある意味、アルス的な、アルス連合的な法律って言ってもいいからね。で、ただね、先祖はアルス連合程度。先祖はやっぱこういう形だったから、先祖のね、体系復元しようや、アルスでもってなって、いや、アルスでそれ復元したらいいの。下の世界守られへんぞって困ったなぁって。まあ、時々下の世界降りるしかないよ。その時自分の体、それが先祖に合うわけだけど、それはこっちも見るわね。まあ、いいわね。でも、過去なの？だって、これ覚えてるってことだ。今、ここにいる私は、大脳の話を過去として伝えてるじゃん。大脳にとってはこっちが過去なの。じゃあ、光る星にとっては、私たちの星は光ってて、向こうは光ってないの。むしろ、光らせるってカムフラージュもできる。それぐらいは割と簡単みたいよ。その担当じゃなかった。ね、うちは、先祖、というか、なんか、ある日突然スカウトされた。アルスの世界っていうこと、本当にやらない。だって確かにうちの大脳寝室なんですけど、それとは別に大脳寝室にいる私たちっていうのは地球に住んでないから、地球って実は、大脳神経層だけにしかないねん。地球なら欲しい。その人もそうやけど。奇妙な話でしょ。でもそれも分かってもらえるかの相対性理論の一種やんな。ってことは、どういうことかって言ったら、スカウトされたわけで、リフティングって、ね。まあ、UFO にリフトされたわけで。で、帰ってきて。じゃあ、あんた未開人って言われるか知らんけど、じゃあ、そうなんじゃない未来の世界こんなんだよって見せてもらったんですよ。で、それとは別に次元論とか、その、天性論とかはあるし、マトロイス理論は、今説明した話だけじゃないからね。別のフェーズ、別の見方。別の歴史の辿り方があるわけなの。そんなのを全部ジャールスは管理してますかって、確かに管理してんの。で、そこに住んでる私たちは、未来の私たちになってる場合はそういう形だし。ただ、ここは過去の場合は過去だし、もっと昔の脳な、例えば猫だしっていう。でもそこは猫が支配してるのかって言うと、そうじゃなくて、自分が頑張らないと、大脳変異系は猫の方が強いから、猫にピッ、ピッてやられたら、うわっ、バテンと倒れたりするの。武道をやってたら、猫のクイクイにも負けば、おっとってできる。おっとできるけどね。実は。大の変形を鍛えてない人は、猫のクイクイにやられてポテンって。油断してる時に力入れてこないと、おっとっとってなっちゃうわけよ。だから、自分の全能ね、全能だけじゃなくて、全身ね、もっと鍛えなあかんわけ。それにはまあ一番適切な武道ですけど。武道なくても鼻だし。鼻だしくなければ。どうですかって、まあまあ、仕方ないじゃない。子供時代にせなあかんことは子供時代に済ましておくのが絶対理想ですけどね。だから武道の復興は絶対に必要です。地域防衛のことも考えてもね。地域防衛の地域必要って分かってきたせいに、あんだけ爆音族通られたら自警団必要って分かったでしょ。だから、暴力団復活会って。暴力団ってもともとは自警団ですから、今、暴力団ですが、自警団を乱用してる形式の暴力団がおるのかな、じゃあ。本当にそうですか？地域を襲ってきますか？ちゃうみやんぞ。地域でダメな遊び方するやつを芝居てるだけやんか、今でも。違うか？みんなちょっと目配ってるんちゃう？